今マンツーマンでブロックになってますよね、ということは、ソケイケンがどこに上がるかもう最後の最後までわからないということですね、はいはい、もうだいたい2枚疲れてしまうときは、上がる前からセッターの上げる位置が分かってしまう、とにかくこのファイティングスプリットは実に見事です、はい、7番のケムナー、そこまで追いかけていきます。こっちすごいですよね、すごいですね。練習でもね、中国の選手のところに行った張陽つってね、からかったり、非常にユーモアのある選手です。そうです。チャンスボール日本。バカタックだ。おお、ブロック2枚。バカタックをブロックで止めちゃいましたよ。まあ、11番のトーレス。最初からもバックアタックって読んでたんですね。はい。得点4対4。サイドアウト5回目を数えます。山内。ブロックアウト。両ウィングからの攻撃というのはこれでいいわけですね。ブロックアウトですね。そうしますと両ウィングからのブロックアウト、そしてセンターからの速い攻撃と、それを絡めていった方がいいですね。相手のブロックの突き方がまた変わってきますから。そうですね。さあチャンスボールですが、あっとチャンスボールがチャンスボールになりませんでした。この辺りまだできて4週間という、普段やってるバレーボールと、はい、その横田監督の目指すバレーボールがちょっと形が違うんですよね、山内なんかがいつもやってるバレーボール、その辺での戸惑いというものはあると思います、はい、さあ、あるたものは今のも正面のボールです。得点が5対4、ヤオハンプロ世界選抜ワンポイントリードしています。さあブロード攻撃、ブロックにかけている、軽く打ちましたオーデン、これは大林が打ちます。ケムナー、初経験は誰を使うか、ルイスを使った、大林が拾っている。さあ福田、あっと大林がいいプレーをしたんでここはつなげてほしかった。ヤオハンプロ世界選抜に6点目が入っています。ここで離されてはいけません。全日本ルイスのサーブ、一度ふわっと空中で浮きます。トスが低い、低かったですね。確かに7対4となりました。全日本最初のタイムアウトです。切り替えてな、気持ち切り替えて最初からよ。高め回した、もう一歩回せばいい。痛い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 、思った通り思い切り入った、後飛ばせる、よし、さっ、やー。しかし今まで見てますと、ちょっとこれセッターをどうにかしないとこれから全日本大変ですよ。まあ、確かに中西、それから名取、長富というふうな感じでセッター上がってきてるんですけどね、はい、まあ、やはり 長富あたりに頑張ってもらわないとっていう意味は強いと思うんですよね。他にやはりどこのチーム見てもちょっとセッターが今いませんからね、いないというのが現状ですからね、はい、開いて待っています。福田コースを変えて打ちました。もう一度見てみましょう。あ、ブロックがちょっと低くなっています。ソケイ君、それでもセッター179あります。アルタモノは190センチ。さあルイス、今スタンディングですよ。ルイススタンディングですね。しかもバックアタックでした、自分で打って決めて笑っています。ご覧ください、上がってきてびっくりしちゃったんですね、今、それでも打ちましたからね、はい、まあ、意識的にこのコンビを使おうという老平監督の意図が分かるような感じがいたしますね。こういうのでいいんですね、はい、日本はね、はい、センタープレイヤーの吉原です。回り込んで打ちました。7対4、場内からも長富さん頑張ってというセッター長富への声援が飛んでいます。これは強いスパイクでした。得点が7対4です。オーデンのサーブ、さあ大林、大林のスパイクはアウトとなりました。
得点が8対4、じわりじわりと差が広がっていきます。ヤオハンプロ世界選抜。オーデンのサーブです。大林。ルイスからオーデン。難しい。さあこれを。おっと。2番の長富。得点が9対4となりました。大林、ジャントス、さあ山内、ルイス、ソケイケンはアルタモノを使います。山内、さあバックアタックブロック、ああもうブロックが、バックアタックが完全に読まれています。2回目のタイムアウト。5月8日、あ、もうすぐ母の日か。母の日に感謝の気持ちを送る。そうか、電報がある。ありがとう、お母さん。電報115。切り替え。得点が10対4です。第1セットは16対14でヤオハンプロ世界選抜。たじみのスパイクサーブ。おお、1人時間差。長い手を使う、よく拾っています。さあ大林スタンディング。これはネットを越えませんでした。今タジミがいいプレーをしたんですが、タジミがね、ここ何1、2年で非常に伸びましたね。そうですね。サイドアウトは8回目。高いトス、ブロックアウトを取っています。7番の福田。今日福田が当たってますからね、福田でなんとかこう切り抜けていったらいいと思うんですよね。ソケイケン、フェイント、どうしても強打を警戒してしまいます。いつの間にこんなことを覚えたんでしょうか。18歳のアルタモノは2年ぐらい前はね、打っても大丈夫かなっていう感じだったんですけどね、自分も成長しました。山内、さあブロック、フォローします。ソケイケン、ナドリが拾う。村田、ライトから村田が決めています。セッターをこの村田という構想もあるようなんですが、これも面白いですよね。高校時代は2セッターでした。左利きで、はい、非常にいいと思いますよ。それで2セッターっていうのが、夢だと思うんですよ。はい、世界ではもうキューバがずっと2セッターでやっています。大林をコートに戻しました。サーバーが長富です。狙えアルタモノはブロック決まった。吉原です。ご覧いただきましょう。昨日のゲームで山内と激突いたしまして膝を痛めております。吉原、さあバックアタック、この人を忘れてはいけません。バックライトからルイス。次ご覧ください。いいですね。それからネットを通過するのの早いこと、
非常にスイングの速さ、それからその打球の速さというのは定評がありますね。はいはい、見るよりも受けた方がもう数倍速いです。はい、ここで吉原に変えてナッタを入れます。またここは天井サーブでしょう。普段はこの人はスパイクサーブを打ちます。ゆっくりゆっくり待つ。これはアウト。第1セット同様、ナッタの天井サーブでワンポイントを取っています。得点10対6。アルタモノは素経験1人飛んで11番のトーレスです。ナッタ選手も今日この会場へ来て初めて天井サーブ打ったんですが、なかなかいいですね。スパイクサーブ、これは速い。さあなった、返しただけ。9番の多治見、ルイスはブロックアウトを取っています。ああいう判断がうまいですよ ね、ですね。タイミング取りづらいなと思ったら決して無理はしないで、はい、そういう判断が本当にすごいなと思うんですよね。得点が11対6。さあ大林、いいですね。大林のブロードワンレッグで打ちました。もう一度見てみましょう。タジミを飛ばして、はい、で大林、要するにコンビの中にブロードを絡めたという形になります。そうです。あれそのまま外に開いちゃうとつまらないんですよね。福田が止めました。ご覧ください。斜めにして止めていますよ。完全にウータのコースを抑えました。そうですね、日本のブロックが4本になりました。これはアウト、アウトです。よくジャッジメントしました。7番の福田、11対8、その差3ポイント。今度はヤオハンプロ世界選抜がタイムアウトを取ります。あっちゃんじゅう9時から映るんです。切り替え。5月8日、あ、もうすぐ母の日か。母の日に感謝の気持ちを送る。そうか、電報がある。ありがとう、お母さん。電報115。何それ。ねえ、何、水入りのカチカチ。水が入ってるから超みずみずしくって素肌っぽい。ルシェルウォーターパスト UV。 コーセルシェルからのプレゼント、コメコメクラブの未公開ライブ映像と秘蔵 VTR が見れちゃう特別企画。チケットのお求めはチケットセゾンのご覧の番号まで。今度はバモフェ団長がスペイン語で話しています。Now, good pass now. 英語も話します。We have three points. ペルドモさん。Three points. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. つってますね。はい。はい、かなり真剣にね、まあいろんなことを言ってるんだと思いますけれども、はい、多分ペルドモヘルフェさんがスペイン語っていうことはキューバに対してキューバの選手に対していろんなことを言いたかったんでしょうね。はい。あと3点あるんだから落ち着いてということを言ったようです。ルイスがですね、はい、ノータッチだと、自分のスパイクがアウトになった時にノータッチを取ってもらえなかった時にネットを叩いたんですよ、でそれで、まあ、カッカしてるのが分かったんでしょうね、はい。日本はとにかく28回目というヘウルヘさん、かつて日立あるいは東海大学でバレーボールを勉強したこともあります。アンテナの外を通ってしまいました。得点が11対8。大林のサーブです。サーブ権は日本。
アルタモノワ、処刑権はオーブロードを使いました。難なく打ち切ります。トーレス、この一歩一歩の幅の広いこと、歩幅が広い。だからあのタジミ、センタープレイヤーのタジミがついていけないんですよね。そうですね、これはいけません。12対8、せっかく追い上げてきたんで、今のようなサーブミスは絶対やっちゃいけないところ。吉原を入れます。高いトス、ブロックにかかってしまいました。ちょうどブロックの餌食になっています。13点目。打ちやすいってことは止めやすいってこともありますからね。はい、さあ今度はこれもアンダーです。ワンタッチありました。長富のトスで気になるんですが、あのアンダーでのトスが多いんですね。あのどうしてもですね、はい、あの長富自身もまあ遅いっていうのもありますけれども、あの1本目のレシーブが低いんです、はい、もうちょっとそうすると浮かしてやった方がいい。浮かせないと長富にはきついと思いますね。さあ大林、ラストボール田島、これはチャンスボールです。ツーアタックを見せた。もう好きなことをやっています。素経験、綺麗なジャンプトス、ブロックをフォローするトーレス。さあバックアタックだ、山内が拾う。さあそして軽くリバウンドを取りました吉原。福田決めた、福田が決めた。いいですよ、なかなかいい。今守りで頑張りました、とにかく日本が勝つには守りで頑張らないことにはどうしようもありません。得点13対9、最後決めたのが7番の福田。はじめのスパイクサーブです。さあルイス、まさか私のところに来るはずがないといった感じの福田でした。あそこはまず来ないですからね、はい。で、あの一番選手として腐るっていうのはですね、自分がこういいヒットだなと思って打った時に拾われて、それが逆に決められると非常にリズム壊しやすいんですね、選手というのは。今全日本その前非常に良かったんで、今もサーブレシーブが乱れています。こういうことをやるとやはり相手のリズムになるんですよね。大事なところでサーブレシーブの乱れが目立っています。今日の全日本最初のセットポイントです。大林軽く打ちました。7番の福田が決めています。最初のセットポイントを逃れています。得点が14対9、サーブ権は日本。福田のサーブです。トーレス、サーブレシーブが乱れた。さあ誰を使うか、オーバックアタックです。これはアウト。2回目のセットポイント、2段トスをバックに上げるのはいいんですけど、今のような苦し紛れじゃなくてちゃんと戦術としてやるべきですね。そうです、バックアタックはそういう風に使うべきですね。さあ山内、ようやく山内らしいスパイクを決めています。得点が14対9、あるいは肩が痛いのかもしれません。アルタモノ、さあもう一度アルタモノは、今も苦しい体勢から打ってるんですよ。しかしあのその前の素経験が非常にいいフォローしましたよ、はい。ネットにギリギリのボールだったんですよね。さすがですね、はい。セットポイントは3回目を数えます。大林、さあ大林、フォローする。さあ素経験は誰にあげる、アルタモノにあげた。日本も田島が拾っている。ネット上です。ブロックは2枚しっかりついている。吉原がトス上げて大林ブロックアウトを取りました。このピンチを大林で切り抜けています。得点が14対9、サーブ権は日本。吉原のサーブ、すごいドーッという歓声が湧き上がりました。11番のトーレス、これで4回目のセットポイントを迎えます。4番が山内、アルタモナのスパイクサーブ、吉原から大林のスパイク、わずかにアウトとなりました。結局第2セットは15対9、これで
ヤオハンプロ世界選抜が第1セット第2セットを練習しております。ロリエスリム新発売。ねえ、ちょっとこれは感動ものだよ。ほらね、ウイング付きなのにテープのゴミが出ない。これはすごい。使ってみる。超薄型ロリエスリム新発売。よし、できた。お乳安心ください。若い女性の保険、レディースリーグニュー登場、ニッセイ。あはは、永遠の方法で、母の母、冷凍お稲荷さん。冷凍のお稲荷さん。味わいお揚げにふっくらご飯、出ました、冷凍お稲荷さん。ミツカン。Lover of mine, where can you be? Welcome, son. Captain Santa, produced by Joymark Design.一番の贅沢は自然であることだと思います。有機栽培の自然なままの美味しさ、有機丸大豆の金銭醤油。山さん入った入った入った。レギュラーガソリン日赤ダッシュにワーキレー入った。レギュラー入れるなら日赤ダッシュ。日赤。試合は第3セットに入ります。コート向かいまして、右側がヤオハンプロ世界選抜、左側が全日本です。第1セット16対14ヤオハン、第2セット15対9。この第1セット第2セットを見ててどうですか？非常にヤオハンの方のですね、攻撃、いわゆるオフェンス面が非常に、見応えがあるなということと、全日本の方のですね、やはりチームの仕上げ具合がまだちょっと途中かなっていう感じですね、まだちょっと戦術的に統一してないところがあるような感じに見受けられますね。今までのどちらかというとレシーブ主体の点の取られないチームから空中戦に持ち込んで、なんとか点の取れるチームを目指したいというのが横田監督なんですがね、それにしてはちょっとバレーがオーソドックスかなという感じはしますね、サーブレシーブのフォーメーション等を見ましてもね、このセットは5番の松川を入れております。センタープレーヤー、その松川のサーブです。長い手でフォローしました。ルイス、スタンディングでバックからの攻撃です。フォワードにいます9番のルイス。アルタモノはトスが近い、なんとか押し込みました。山内、そのままサーブに下がります。昨日痛めた膝を治療しております。もうアイシングしてるってことはこの試合出ないですかね。そうですね、昨日山内とぶつかりました。ロックをフォローする。さあ誰を使うか、高いトスをルイス、大林、今よく抑えましたね、大林が抑え込んでいます。さあこのセット最初に点を取ったのは全日本です。山内のサーブ、時間差、一人トリックジャンプに飛んでケムナーに打たせました。でもちょっと気になるんですけど、ケムナーも腰かなんか痛いんですかね。本来のちょっとジャンプ力じゃないような気がするんですけども。もう少しキレがありますよね。ちょっと今日引きずるような感じですね。長富、高いトス、福田に打たせる、ブロックにかけている。2で打った蘇慶健。何かこう蘇慶健のキャリアを感じさせます。彼女はもう私と同じぐらいの時からやってますから ね、非常に長いですねキャリアも。孫新宝がいました、楊錫蘭がいました、そして蘇慶健、歴代名セッターを生んでおります中国。得点が1対1。フォワードは2枚です。全日本トーレスブロック決めた、福田が決めました。もう一度見てみましょう、トーレスのスパイク。なかなかブロックの絞り込み、読みは良くなってますね。非常にこのワンレッグの、
まあ、打ちコースの飛び方って難しいですけどね、はい、今みたいに完全に抑えられるってことはもう自分たちもかなりやってますからね、戦術的に。そうですね、今はもうこのワンレッグスパイクっていうのは当たり前になってしまいました、もう高校生あたりでもやってきますね。そうですね、大林またサーブレシーブが乱れています。おっとブロックフォローする人間が誰もいません。得点が2対2。もう一度福田、これがコートの中に入るか、今のようにアウトとなるか、もうこれはでも突きもあるんですよね、まあ、今日はあの非常に福田はついてますんでね、はい、その辺で、まあ、もうちょっと思い切りやってもういいんじゃないかなとは思いますけどね。またバックアタックのトスが乱れています。よく拾いました松川、移動攻撃です。長い手を使ってオーデン、あれはまあ、センタープレイヤーの今タジミが取らなければいけないボールですね、はいはい、そうですね、笑っています。ヤオハンプロ世界選抜の選手一人一人言葉が違います、習慣も違います、バレーボールも違うんですが、なかなか個人技だけでなくコンビも取れているところを見せています。さすがにプロだなって、プロですね、思いますよ、その辺が、取れてしまうっていうのは、はい、とにかく違うトスの質のセッターを打つというのは大変なことなんでしょう。まあ、バレー感が変わるに近いぐらいのものはありますからね、だけどこの人たちってものすごく非常にバレー哲学っていうのがきちんとありましてですね、はい、でもうその中で責任分担もきちんとできてますから、その辺がやはりプロなのかなっていう気はしますね、はい、今回見てて、はい、ご覧ください、バックアタックをブロックで止めているんです、もう2枚ですね、本当はこの松川あたりが飛んでてそこに引っ掛けてバックアタックを使うならいいんですけどね、それだけ長富のトス回しが読まれているということになります。得点が4対2、当たり前のようにブロックが2枚つくんですからね、このあたりはやはりさすがプロという感じ。1人時間差、キモーデン、松川です。アルタモノは大林ワンハンドで上げる、松川がトス上げて山内ブロック、ブロックは4番のオーデンです。ご覧いただきましょう、このスパイク完全に今コース読まれましたから、はいはい、山内が思い切り打った分思い切り下に落ちましたね。トスが低い、どうも今日はトスが低い、まあ、こういう時というのは自分でトスを上げていながらも非常に複雑な思いがするでしょうね。やっぱりセッターに悪いっていうふうには思い、あ、セッターがはアタッカーに悪いなって、ね、悪いなって思ってると思いますよ、はい、コートに落ちてしまいました、ターン打ちです。初経験の方はですね、上げときゃ打ってくれるっていうアタッカーばっかりですからね、その辺は、まあ、気は楽だと思いますよ、はい、初経験のサーブ放り上げます。さあこれを山内が打つ、ルイスが拾う、アルタモノアです。7対2となりました。このセットはどうやらヤオハンプロ世界選抜のペースです。100メガショックネオジオ、新キャラクター2人を加えてさらにさらにパワーアップ、ワールドヒーローズ2ジェット、頑張れマックマン。 ADK紫外線跳ね返す、汗や水跳ね返す、白い肌を守るアネッサスーパーサンスクリーン資生堂。エスキモー板チョコモナカ新登場、 T シャツ当たるよ、入った。レギュラーガソリン日赤ダッシュにワーキレー、入った、レギュラー入れるなら日赤ダッシュ、日赤。ソフトクリームはミニストップ、
ソフトクリームはミニストップ。ソフトクリームは喋れる食べれるミニストップ。お、こんな細いスティックにチョコがいっぱい。焼き上がりもいいですね。ドッポー